ただあの、今日はあの、日本漢方の方も随分来てるんで、あの、一番リクエストが多かったのは、プロの話してほしい。で、このプロの話っていうのが、これを聞いていただくと、あの、よくわかると思うんですけれど、あの、人生ってプロにならないと辛いんです。わかりますかプロにならないと辛いんです。で、私は商人なんです。 で商人って何ですかというと、商人とは金儲けのプロなんですで。プロだから、今不況だから儲からないとか、そういうこと言っちゃダメなんです。私たちは金儲けのプロです。いや違う人いたらごめんね。私たちの話、商人としての話してますからねで。商人はいつもお金儲けを考えなきゃいけない。いけないんです、これは。なぜかというと、相撲取りは明日の試合に勝つことに全力を挙げるんです。 わかりますずーっと考えてて、あいつをどうやって投げてやろうかって考えるんですよ。相撲取りはね。相撲取りじゃないのに、あいつをどうやって投げてやろうかって考えてるやつはおかしいですよ、俺。危ない人ですからね。<laughs> でも、相撲取りで考えないのはもっとおかしい。えー、で、坊さんっていうのは欲わ捨てなさい。ね。あれ仕事ですから。で、坊さんのくせに伸べつ金儲けを考えてるやつも危ないんです。 屋根屋はしっかり屋根瓦を、えー、張ることを考えなきゃダメ基礎屋はしっかり基礎を作ることを考えなきゃいけないで商人はしっかり金儲けをしなきゃいけないんですなぜかっていうと私たちは社会の心臓なんですこの心臓がドックンドックンドックンって動くから血液が流れるんですその心臓が弱ってきちゃうと血液が余分に流れないんですよ だから今日本が苦しいのは血が流れてないんです。でなぜ流れなくなっちゃったかっていうと商人が金儲けを一生懸命しないからなんです。あたかも金儲けをすることが悪いように思ってるんです。でもお金儲けをすると社員に筒がなく儲かってる会社で給社員に給料やらない会社とか私は見たことないんです。ね。で、儲かってりゃ社員に給料って払うんです。 儲かってる会社のリストラとかあんまりないんですよ。わかりますよね。それから、支払い先に払わないとこもないんです。と商売っていうのは、一生懸命やると、制御が生きられるんです。ところが、制御を忘れて、あたかも、ボランティアをやることのが正しいように思っちゃう人がいるんです。ところが、 ボランティアというのは制御があるからできるんです。もし制御がなくなるとその人はかかる方になっちゃうんです。わ <laughs> かります。立場が変わっちゃうんですよ。そのボランティアを支えてるのは事業家なんです。それで余ると税金に払うんです。この税金が福祉を支えているんです。だから、事業家というのは制御を支え、ボランティアを支えるんです。 それから、福祉を支えてるんです。そのことにしっかり自負して、しっかり儲けなきゃダメなんです。戦争が終わったら何やったら儲かるか。戦争が始まったら何したら儲かるか。不景気の時は何したら儲かるか。景気のいい時は何したら儲かるか。ずーっと考えてなきゃいけないんです。これがプロなんです。プロっていうのは、 すべてが違うんです。まず、笑顔が違う。プロの笑顔とプロじゃない笑顔ってなるんです。プロの笑顔だと、プロってね、お金になる笑顔なんです。あの人の笑顔いいわね。またあの人の笑顔に会いたくなっちゃうぐらいの笑顔じゃなきゃ、プロじゃないんです。プロは顔が違うんです。シャッターが閉まってる。 なんで開けないのって壊れてるから。じなんか書きなシャッター壊れてます。プロじゃないんです。プロはシャッターが壊れてるけど中で元気でやってます。ね笑顔で待ってますとか色々いろいろ要はプロっていうのは紙一枚見たときにそこにきたくなっちゃうようなことを書かなきゃいけないんです。それが このお知らせ書いてきなさいよって言うと、お知らせどこに貼ったって言うと、あそこですと人間の目っていうのはだいたいこれからいくらか下見るんですよ。その下見るのが平気で上に貼って貼ってますっていうの。上見ながら歩いてるやつが何人いるか、計算したことがあるんですかプロとしての貼り紙じゃないんです。それから、 前に車がバー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 通ってて人間がろくに通らないところがあるのにこういうところで物を見て書く。自分は見えるんですよ。貼ると車から見えないんですよ。車しか通らないところに人間しか見えない貼り紙をするのはプロとしておかしいんです。プロって違うんです。この前もお好み焼き言ったら合戦をいじんないでくださいって書いてあるの。命令されると頭に来るんですよ。 わ分かります同じ書くなら、ね、あの、やけどするといけないので、ね、あの、ガスは何度でもやりますから、こちらにお申し付けくださいとかって書いてほしいんですよね。プロって張り紙が違うんです。商人って思いやりが違うんです。思いやりの心が全然違うんです。ね、あの、えー、商人ってね、 商人の頭ってね、深々下げるためについて誰にやってもかい。いつも頭下げてると、うちでの小づちみたい。こうやってやってると、たまにいい考えが出てくる。うん。ね、だからよくこう振るんだよ。で商人は深々頭下げる。だから、その辺の人でも頭は下げる。でも商人の下げ方は違うんです。その辺の姉ちゃんでも兄ちゃんでも笑うんです。でも商人の笑い方は笑顔が違うんです。自分のとこはお店の。 お店がねちょっと引っ込んでてね位置悪いのよ。人が 50m ーー歩いてあなたに会いに来るような笑顔なんです。それがプロなんです。それで自分はプロになるんだ。中途半端なプロはダメなの。ストリッパーになったらしっかり裸になるんですよ。今日は寒いから桃引きで踊るとかそういうねふざけたやつはブーです。<laughs> ね パッパと裸になってもらわないとお客さんも困っちゃう。それと同じように私たちも商人の道を選んだんだのに。ね、商店街であの親父感じ悪いねって言われてるようなやつが商人なんてとんでもないんです。そういう人間はとっととサラリーマンに戻ってもらいたい。で、戻るとサラリーマンもプロにならなきゃ大変なんです。サラリーマンって立派なプロなんです。家庭の主婦も 専業主婦ですってことはプロなんです。プロっていうことはどういうことですか専属の、例えば料理作ります。旦那の、旦那の料理しか作らない。旦那の料理しか作らないのに、いつもまずい。<laughs> コックなんかいろんな人の料理作ってんのに合わせんのに、旦那のしか作らないのにまずいと。これはプロとしての自覚がないんです。ね 大変ですこれ料理屋だったら潰れます <laughs>、うんうん、子育てもねよその子なんか保育園なんか預けると5人も10人も預かってるのに1人の子も育てられない母親としてのプロじゃないんですで自分はプロなんだって思うとどういうことが起きるかっていうと人間には死後霊っていうのがついてるね信じなくていいのよ信じなくていいからね死語霊がついてる でこれは誰にでもついてるところがプロだと思った人にだけは指導霊というのがつくるでその指導霊がいろんな本をふっと本屋行って本が手が行くテレビでパッとあれ見るとプロとして自覚すると気づきが出てくるこれが指導霊がやってくれるのそれでなおかつ頑張ってると指導霊はくるくる変わるんです一生懸命やってるとだんだん優秀なのがついてくるね ありがたいでしょう、ね、だから私も困らないんですもう,もうちょっと頑張っていくとまたもうちょっと優秀な人がついてきて俺がこっち向くとこうやってやって顔をそっちに向けてくれたりいろんなことをしてくれるんですでみんなもプロなんだ自分はプロですから当たり前ですよこのぐらい。で、言える人間になれば大概のことは怖くないんです。人生は50です50でですすよ ね、50って何ですかって言ったとき。平均50だと思ってた。50のところへ70の覚悟で行ったやつは楽でしょうがないんです。ところが30の覚悟で行くともうひどい目に遭うんです。この残りの20分がえらい目に遭うんです。ね。えー、隣のあの京都の MK タクシーの社長がね、この人すごいなと思ったのは、 あの方は朝鮮から出てきて1、えー、台でタクシー会社作ったんだけどその時に同じ朝鮮人の仲間でも朝鮮人だってバカにされるバカにされるって言ってる人がいるけれどそうじゃないんだ日本人だってアメリカに移民に行ったりブラジルに行った時、えー、ものすごいバカにされたんだ人の国に行くってのはそういうことなんですよ。日本人が飯食ってたら俺たちは麦飯食えばいいんです。 日本人が9時間寝たら私たちは7時間寝て頑張ればいいんですよ。って言うんですよね。だああいう50のところに90ぐらいの覚悟されて出てこられちゃうと世間が参ったするしかないんです。わかりますよね。だからちょいと覚悟を余分に持っていけばいいんです。 私も中学しか行かないよって言ったんですで。中学しか行かないってことは高校でよりちょっと苦労するんです。当たり前なんです。だから苦労させたくないから親だって行け行けって言うんです。大学でよりちょっと大変な当たり前なんです。そんなことは知ってるんです。まさかこうだとは思わなかったなんてはないんです。その通りなんです。ね、で、買い物をすればお勘定、来るのと同じように当たり前のこと。 プロって何ですかって言うとプロの覚悟を持てばいいんです。プロの商人なのに挨拶が悪い笑顔が足りないこんなんでプロと言っちゃいけないんです。ね私も時々私のビデオを見たことある人がいると思うけどビデオをいきなり出されて「お社長お願いします」。この前、恵美子社長が、お社長は、あの ホテルでで話話してくれた話が一番いいですね。それは周りに本当にいるんだもん周りにいる人に、ね「あなたそうでしょ」っていうのとここにビデオがあって「あなたそうでしょ」ってやってもこのね行かないの行かないけどやらないといけないんですそれが私のことなんです、ね、だから仕事をんだから逃げられないんだ 商人じゃなくてもやるべきなんです。で、プロ意識っていうのは商人じゃなくても持つべきなんです。大工さんだろうがお母さんだろうがね。プロ意識を持ってほしいんです。さっき言ったあのお股さんの息子さんのカンちゃんっていうのが、えー、非常に頭のいい子で。 本当に東大っていうぐらい良かったのが、お母さんが一生懸命、あの、家庭教師つけたりね、軸移化したり、一生懸命やった。その時私が、えー、おまたさんのお母さんに、この子にこんなにお金かけて元取れるって言ったらびっくりした。<laughs> えー、子供から元取ろうと思ってません。それを聞いて私は驚いたの。なんでかというと、 サラリーマンじゃなくて自分ちの会社の後継がせなきゃいけないんですよ。会社の後継がせなきゃいけない子とも商人って元取っただけで儲け出さなきゃいけないんですよ。それを、親が儲けが出なくていいような形で育てたら、みんな子供の代になったら潰れちゃいますよ。私たちって使命が違うんです。あの、大勢の人を食べさせていかなきゃなんないのよ。 カンちゃんにとって一番大切なのは、元取ったほかに儲け出す。ね。で、その話をコンコンと言ったら、カンちゃん高校出て今働いて、立派に働いてるんですけれど、ね。あの、本当に元が取れるかどうかを考えなきゃいけない。で、その時に、親は、お前を大学やると元が取れないんだよ。計算してごらん。それぐらいじゃなくて、この計算パッパ、そうだね、お母さん、元取れないね。これなら俺、がっちり働くよ。 この方が元取れるもんね。わかります元取るのは当たり前。利益を出すのがプロなんです。笑顔っていうのは大変なお金になる。ここがホテルだとする。ここを儲け出さなきゃいけない。その時に、えー、ルームサービスを揃えて何揃えてでやるだけで膨大なお金がかかっちゃう。と、利益が出ない客が来ても。ね。で皆さんは、 私の社員だとすると、ルームサービスありますかって言うと、寿司でも何でも取れますよとかって、予想から取っちゃう。ねそれで、なおかつ相手に、最近お客さん少ないんですけど、なんかいい方がありませんかねってニコニコってすると、こいつ俺を頼ってるな。頼ってるなと思ったで、こうしなさい、あいしなさいって言ってるだけで仲間だから、だん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 ,だん仲間増えてきちゃう。ねで、笑顔と相談っていうのは、 途方法もないお金になるものなんです。ね。で、我々はお金一生懸命儲けて、一生懸命使う。で、余ったら税金払う。これが仕事なんです。我々は心臓なんです。心臓が腎臓みたいなこと言っちゃダメよ。心臓が肝臓みたいなこと言っちゃダメなんです。ね。世の中の肝臓みたいな。肝臓ってのはこのよ毒を消してと。これはおまわりさんみたいな仕事なんですよ。おまわりさんが金儲けばっかり考えちゃダメよ。 その代わり、商人で金儲け考えない人間は、侍で堅実ができないのと同じなんです。これはろくな侍じゃないんです。で自分の仕事は何か自分は立派な大工なのか自分は立派な皮膚業なのか自分は何なのかそれをびっちり見極めて、そのことに没頭する。そのことを突き詰める。だから、私はテレビ出てください嫌だ。 俺はタレントじゃないんだ。私は商人なんだ。商人は商人として生きるのが当たり前なの。ねでも無理やり出せこんなお面かぶって出たでしょ。お面こんなちっちゃいお面だからかぶってたら太りましたねって太ったんやゃなお面がちっちゃいんだ <laughs> みんながプロになりましょう。それでプロになったと同時に 非道令がついてくれる。そのことを信じるんです。そうすれば、私のように、えー、学業がですね、あまり良くなかった人も成功できる。決して働き者じゃなくても成功できる。で、その現実が皆さんの前にいるんです。じゃあ、休み時間に入ります。